はい、こんにちは。国立国際美術館の館長をしております、山梨と申します。今日は日本の美術館の現状と将来について、少しお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、日本の国立美術館ですが、これは今、独立行政法人、インディペンダントアドミニストレイティブインスティチューションっていう組織の中で、6つの美術館が加わって、この独立行政法人を作ってます。一つは東京にあります東京国立近代美術館。同じく東京の国立西洋美術館。それと、国立新美術館。それに加えて、国立映画アーカイブ。これは、映画に、特化された、美術館施設です。それと、京都にあります、京都国立近代美術館。それと、私ども大阪にあります、国立国際美術館です。この6つの組織はそれぞれ、特色を持っていますけれども、例えば、東京国立近代美術館は、明治期1907年以降の日本の美術に優れたコレクションを持っていて、この国立美術館の中では一番古い組織です。それから、国立西洋美術館は、松方幸次郎という財界の人が、フランス、イギリスを中心に、向こう、ヨーロッパで、に滞在している時に収集した膨大なコレクションが戦後、フランスから返還されたそのコレクションを中心に作られています。それから、国立新美術館。こちらは、美術品のコレクションを持たずに、むしろ展覧会会場として作られたアートギャラリー的な組織です。それと、国立映画アーカイブ。これは先ほど申し上げましたように、映画に特化された博物館施設です。それと、京都国立近代美術館。ご承知かと思いますけれども、京都は、日本の東京よりも西の方にある古い、都ですけれども、美術の上でも近代以降独特の展開を遂げています。そのために京都を中心にした関西地域の美術をコレクションの中核にして、工芸品も含めて、美術品をいろいろ持っている美術館です。それと、私ども国立国際美術館ですが、1977年にできて、今年43年目を迎えますが、比較的新しい美術館。これは1970年に大阪で万国博覧会が行われたその跡地に美術館ができました。しかし、その跡地は大阪の街の郊外にあるので、なかなか人が行きにくいという場所です。そのために2004年に今ある中之島という大阪の中心地帯に引っ越しをしてきまして、そこで美術館活動を展開しています。この独立行政法人国立美術館は、運営の主たるお金は国から来る交付金というふうに我々呼んでますが、それでそのお金をもとに、人件費あるいは事業費を あるいはコレクションを作るための購入費、そういうものが交付金の中から出ています。私ども国立国際美術館は、この写真にありますように、周りをビルで囲まれた2つの川に挟まれた中州、川と川の間にある島のようなところにあって、ベルリンの美術館等ほどの規模ではないですが、この島にはいくつかの美術館があります。で、そのうちの一つとして、私どもの美術館ありますけども、今写真に写っている部分、アルミニウムの管で
大きなモニュメントを作って、これが美術館のシンボルとなって、ここに、エントランスがありますが、美術館そのものはすべて、地下にあります。その点では、皆さんの台北の美術館と非常によく似ている、これから作ろうとなさっている台北の美術館とよく似ていると思います。この美術館の中に入ると、これが地下1階、先ほどの入り口からエスカレーターで降りてきたフロアになります。で、この右手にある、僕なんてさ、右手にあるのがその上下するエスカレーターになります。で、これ、左手の広い部分、ガラス張りになっているところが、エントランスホールで、ここから下へ降りていく。このエスカレーターを使って降りていくという形になります。で、これが、今見ていただいたところからエスカレーターで一回降りた部分。で、この広い、ここは、地下1階になりますが、お客様が来られて、入場券を買ったり、このカメラが、の手前の方に、その後ろ側にレストランがあったりします。で、右手の壁に大きな陶板の壁画ですが、絵があります。これはジョアン・ミロ、皆さんよくご存知のスペインの作家ですが、ジョアン・ミロが1970年の万国博覧会の折に、万博のために作った壁画です。それを私どもの美術館が譲り受けて、私どもの美術館のこの入り口の大きな壁面を飾っているという形になります。で、さらに一度くぐって、先ほどのこのエスカレーターでさらに一つ降りていったところが、このフロアで、これは地下2階、展示室になります。で、こういうふうに、もちろん地下ですから、すべてが人工光線、で、照明されてます。今、ここに、並んでいるのは私どもの所蔵品ですが、主にこの B2 階、地下2階のフロアは、私どものコレクションを見せるために、様々な企画を作りながら、常設所蔵品の展示をしています。で、さらにもう一階エスカレーターで降りていくと、B 3階に、今度は展覧会専用の様々な企画で作られていく展覧会のための展示室があります。で、それぞれのフロアがおよそ1300平米の展示面積を持ってます。これが、その地下3階の展示室の別の一角から捉えた映像です。で、これが、私どもの地図ですけれども、私どもの方、美術館は、一番左に、写真がありますように、外れ、さしてもわかんないか。左手の方にあります。それで、今、私どもの入り口の写真の右下に、工事中の写真が一つありますが、中之島ミュージアムとあります。これは、今建設中で、再来年の春に、オープニングを迎える、大阪市が主体になって、大阪市が作った地方独立行政法人という美術館、博物館施設が統合された、機構、組織がありますが、そこに加わっていく美術館です。で、この美術館について後でまた改めてご説明します。
まず、私どもの美術館です、について少しさらに述べますと、私どもの国立国際美術館の大きな特徴は、現代美術を専門に取り扱う美術館というふうに性格を定義することができると思います。ですからコレクションについては、欧米、アジア、それともちろん日本の作品を集めていますが、この時代的に言いますと、欧米、特にヨーロッパについては、現代美術の源流を成す近代後期の美術、もう少し具体的に言うと、19世紀末、20世紀初頭のヨーロッパ美術からコレクションは始まります。ですから、私どものコレクションで一番時代的に古いのがセザンヌの油絵です。それから20世紀に入って様々なシュルレアリストですとか、キュビスム、フォービスムの作家たちの、作品を持っています。で、しかし何よりも中心のになるのは20世紀後半期の海外、ヨーロッ、欧米とアジアと、それと私ども日本で、生み出されてきた様々な美術品がコレクションの中心になっています。そういうコレクションを持ち、コレクションを活用しながら、先ほどの B2 階の、地下2階の常設展示室で、常に、作品を入れ替えながらコレクションの紹介をすると同時に、地下3階で、学芸員たちがそれぞれの企画を作りながら、それを中心に、現代に関わる美術の展覧会をやってます。年におよそ4回の展覧会をしますが、そのうち1回ほどは、今申し上げてきたような、現代美術とはあまり、縁のない、もっと古い、あるいは近代そのものの展覧会、あるいは古代の美術品を並べる時もありますが、そういう企画展も交えていきます。これは一つには、大阪にはそういう様々な美術館が揃っているわけではなくて、なかなか古いところを見せるという施設が、大きな施設がないので、大阪地域の人々に様々な美術に触れてもらうために、そういう展覧会も年に1回ほどやっているというふうなこと。この秋には、コロナの状況がはっきりしないので、明確には述べられませんが、11月からロンドンナショナルギャラリーのコレクション展をやります。ですから、そこではルネサンス期から近代までの美術品がずらっと並ぶというふうになる。時々そういう展覧会をやりながら、私どもの美術館としては、幅広い時代と地域の美術も合わせて紹介していこうという活動をしています。で、先ほど申しました、今出ている写真の中央下にある中之島美術館ですが、こちらはすぐ、この地図を見ていただくとわかるように、すぐ私どもの美術館の隣にあります。ですから、うまく連携して協力していかないと、お互いに、お客さんをたくさん呼ぼうと思って競争をしたりする。同じような傾向の展覧会をやったりして、競合すると良くないので、今から向こう、大阪中之島美術館が完成する前から、できた暁には、お互いに、連携し合いながら、共同で協力し合えるような、この島、中之島っていう美術館等を活性化させていこう
という話し合いを始めています。で、この大阪中之島美術館は、コレクションをたくさん持っています。しかし一つには大きな特色は大阪の近代美術、美術史のお話をしている時間は今日はないでしょうけども、明治の時代、19世紀後半の時代に日本が近代化された時には東京が一つの中心になり、もう一つの中心として大阪京都を核にした関西地域の近代化があります。そこでは、東京と影響し合いながらですけれども、大阪は大阪独自の性格を持った日本の近代美術が展開してますので、そういう日本の近代美術史の歴史を大阪の地域性とともに掴んでいこうとするのが大阪中之島のコレクションです。でもちろんそれだけじゃなくて、大阪中之島美術館は、準備期間が20年以上も経ってますから、準備が始まった当初には盛んにヨーロッパの美術も集めていたので、マーク・ルスコだとか、アルベルト・ジャコメッティだとか、そういう欧米の優れた絵描きさん、彫刻家の作品もたくさん持ってます。まあ、そういうふうなことを考えれば、お互いにコレクションを融通し合いながら様々な企画も作れるということで、将来的には私としてはこの中之島地域で様々な美術館施設と協力し合いながら新たな展開をしていく必要があるだろうというふうに思っています。で、私どもの国立国際美術館について言えば、大まかに言うと、今申し上げたような性格を持って、特に現代美術、日本に限らず、海外も含めた現代美術を中心に展覧会をし、学芸員たちはその現代の美術を研究することを中心的な研究テーマにしています。まあ、そういう活動をしていますが、ではこう日本全国に目を向けて、今美術、日本の美術の美術館の状況がどうなっているかということを考えてみますと、まずはこの COVID-19 の影響で、おしなべて、どこの美術館も、非常に苦しんでいるという状況がありますが、コロナの影響を除いて最近の状況を考えると、今、日本には全国美術館会議という美術館が集まった組織があります。ここに参加している美術館が394館。ここには私ども国立もそうですし、日本には40いくつかの都道府県という行政単位、自治体が、地方自治体があります。そこが作った美術館、あるいは大きな町、東京都だとか、今作っている大阪市だとか、あるいは横浜市、京都市だとか、そういうミュニシパルの美術館、あるいは町立、あるいは村、村立という小さな美術館もあります。それともちろん、私立、プライベートミュージアムもたくさん入って、そういうものが全部合わさって、394館の美術館が一つの組織を作っている。そこに集まってきている美術館の状況をざっと見ると、どこも国立も例外ではないんですが、人とお金がなくて困っている。で、国立は比較的、財政的には恵まれています。ただ人がいないという点では、国立以外の美術館と同様で、日本の美術館の一番大きな欠点は、このあらゆる事業を担う部門で、人が不足しているということ。
で、それに伴って、今、どん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 美術館、あるいは文化施設全体の財政基盤が貧しくなってますから、どこの美術館も新しいことをやるということについては非常に苦労しています。で、ただ、地方の美術館、地域の美術館がそれぞれできたとき、およそこの394館とたくさんあります。私は個人的に多すぎると思ってますが、1970年から80年代にかけて続々と美術館ができました。で、その時代に新しくできた美術館はそれぞれの地域的な特色、あるいは地域にこだわらない美術館としての特色。自分のところは、フランソワ・ミレーの作品を中心に集めようとか、うちは版画を中心に集めようとか、それぞれ独自色を出そうというふうに、心がけてコレクションを作り、それを核にして美術館を作ってきました。ただ、今は、先ほど申しましたように、お金も人もいないということで、その独自性を豊かにして展開していくだけの余裕がありません。もう一つ、でも同時に面白いことが起きているのは、日本の美術館だけじゃなくて、いろんな地域には、それぞれの地域で、これは近代以前の時代からそうですけど、特に近代に入ってからは、多くの美術家たちが自分の出身地を大事にしたり、あるいは自分の出身地を忘れずに東京や大阪に出てきて、作家活動を展開していても忘れずに大事にしていた。その人たちが亡くなったり、家族がその作品を引き継いだり、ということがたくさんあります。その引き継がれた作品、あるいは亡くなった時に作家が残した作品、そういうものが、全国の地域の美術館に、今この時代、作品の売買が日本では盛んに行われていませんので、そういう作品が地域の美術館に寄贈という形を中心に、たくさん集まってきています。つまり、ありていに言えば、地域の美術館はお金がないけれども作品は増えているということ。しかも、それぞれの地域に、関係のある作家たちの作品が、様々な形で集まってきている。ですから、その意味で、新たな独自性を作って、それを研究して、今まで、日本の公式的なオフィシャルな美術史からは外れていた部分というものを研究し直すことによって、あるいは将来、日本の近代美術、あるいはこれは現代も含めてですけれども、現代美術のあり方というものの歴史地図が変わっていくという可能性が出てきています。もちろん、こういう作品が集まっても、それぞれ独自に大きな展覧会の形にするだけのお金がなかなかないという困難さはありますけれども、少なくともコレクションは豊かになっているという特色があります。これが、日本の美術館全体の大きな、新しい傾向になっていくんじゃないかというふうに僕は思っています。それともう一つ、お金がない中で、日本の美術館、私どもの美術館もそうですし、東京の国立美術館もそうですが、国立以外の多くの美術館が一生懸命取り組んでいるのが、教育普及、エデュケーション、あるいはラーニングというふうに言ってますが、そういうふうな形で、展覧会、あるいはコレクション作り、展覧会をやる、企画を実現させるということ以外に、日常的に自分たちが持っているコレクションを使いながら、
あるいは、様々な工夫を作家と共にしながら、あるいは、その美術教育の専門家たちと共同しながら、美術館を舞台にして、教育普及活動、エデュケーショナルな活動を盛んにしている。このことも、日本の美術館、全国的な広がりを持った活動の一つの特色になっていると思います。ただ、これは日本ばかりではなく、台湾のそちらの国もそうでしょうけれども、欧米もどこも、この今美術館博物館はこのエデュケーショナルな部門に非常に力を入れている。ですから、日本だけの特色ではないですけれども、こういう活動の中で、地方の地域の美術館の学芸員、あるいは教育普及担当の人たち、その人たちは次々に新しい工夫を編み出しながら、この活動を充実させているということが、もう一つの特色になっています。それと、先ほど、地域の美術館はお金がなくて独自の企画がなかなか難しいというふうに言ってましたけれども、一方でコレクションが増えている。そこで起きているのは、地域の美術館同士がコレクションを持ち寄って展覧会をする。あるいはコレクションを交換して展覧会をする。というふうに、一つのテーマに基づいて展覧会を組み上げるというよりも、コレクションを活用しながらお互いに連携して展覧会をやるという費用があまりかからない形で、新しい形の企画を作っていくということが盛んに行われるようになってきました。で、もう一つ、問題なのは、美術館の中には、ご承知のように、日本では学芸員と呼ばれる研究を担当する人たちがいます。で、これが非常に一つの美術館あたり人数が少ないので、手薄なんですけれども、一方で、様々な仕事が増えてますから、その人たちが調査研究をする時間がなくなってる。これが、おそらく長い目で見ると、美術館自身の実力を育てることができないという弊害が、出てきているということがあると思います。で、これは、ですから人員を充実させる、あるいは、調査研究を大事にするためにどうするかという体制を作っていく。ということが、これから日本の美術館の大きな課題になっていくんじゃないかと思います。で、ざーっと話していくと、そういうふうな、さまざまな状況がありますし、今このコロナの影響で、日本の美術館は2月の末ぐらいから、早いところは5月の末ぐらいから再開しましたけども、私どもの美術館で言えば、6月に入ってから、ようやく再開した。数ヶ月のブランクがありますし、今再開しても、感染予防対策で、入館者の人数を少なく制限していたりしています。あるいは社会的な行動が全く自由というわけでもないですから、入場者数、利用者数が随分減ってますので、この影響が来年以降、日本の美術館の中でとても深刻な問題として表面化していくんじゃないかなというふうに思ってます。概括はそのくらいですけども、最初の質問。The challenges of space operation for the underground museum ってあるけども、地下にあることによって、美術館の空間として非常に有利な点っていうのはあまり僕は感じないんですよね。
つまり、美術館活動をする上で、このスペースオペレーションみたいな形で、展覧会あるいは展示に利用していくときに、地下の方が面白いところっていうのはなかなか見出しにくい。つまり、地下にある空間ですが、そこで行われている我々の活動は、地上にあるのとそんなに変わりません。だから、その部分では、そうですね、施設としての、利点と欠点、長所と短所というのはあるんですが、一つには、皆さんもご承知のように、日本は非常に地震の多い国ですけれども、地下っていうのは、地震の揺れに強いです。ここの大阪の近辺で、地上にいると肌で感じるような地震の揺れも地下にいるとほとんどわからないということがある。でもそれは同時に欠点でもあって、先ほど申しましたように、ここの美術館は両側を川で囲まれています。で、海も近いです。大きな地震が来て津波が来ると、津波は川を逆流してきます。で、今、日本で最近あった大きな地震、東北大震災というのがありましたけれども、あの時に東北地方に大きな津波が来ましたけれども、あの規模の地震が起きて、大阪湾に津波が押し寄せた時に、美術館にまでは到達しないだろうという一応の予測がありますが、自然災害は何が起きるかわかんない。もし津波にこの美術館が襲われたら、地下にあることによって、海水が浸水してくる、あるいは川の水が浸水してくる。そうすると、地下ですから、ポンプでかき出すしかないと。津波が引いても水は残るということが、そういう、怖さを抱えています。その部分で、台北の皆さんが新しい美術館を作るときに、その備えを、海の近くではないでしょうけども、川が近くにありますから、その備えを考えておかれるのがよろしいかと思います。一応、ここの美術館では、先ほど写真でご覧に入れたエントランスよりも、作品を入れる、搬入口の方がかなり下にありますけれども、そこの前には防潮堤といいますか、浸水を防ぐための大きな鉄の扉が開くようになっています。まあ、そういう備えは一応してありますけれども、まあ、自然災害予測しがたいところはありますけれども、そのお備えをそちらの美術館もそちらの地域的な状況に合わせて考えておかれるのがいいんではないかというふうに思います。で、収蔵庫や展示室が地下にあることによって、作品にとって非常に大事な空調条件というものが、地上よりもいいか悪いかということではほとんど変わらないと思います。あとは、この空調機械の運転の状況、あるいはその展示室、収蔵庫の密閉の状況だとかいうようなことに関わってきますから、地下にあることによって有利不利っていうのは、今言ったように、自然災害に対することについては、地上の場合と考え方が違ってきますけれども、展覧会や作品を収蔵するということについては、地上とそれほど変わりません。2番目のご質問の Capability Support for Future Contemporary。 我々はこの2番目の質問、将来的あるいは同時代的な美術への、に対して何がサポートできるかということですけれども、私どもは、先ほど申しましたように、常に、美術館の活動の中心を現代に置いてます。コンテンポラリーに置いてますから、日常的にも、美術館全体としてというよりも、個々の
学芸員たちは、いろいろ様々な生きている作家と付き合っていて、そこから様々な情報を得たり刺激を受けたりしています。そのことによって、学員たちが現代美術の企画を作るときには、私の立場としては、彼らの自主性を尊重しながら、彼らが掘り出してきたテーマ、あるいは掘り出してきた作家というものが、の可能性を信じて、その人たちを中心にした展覧会をやっていく。そのことによって、現代、あるいは同時代の美術について、一般の人が知らない部分を掘り出していくという作業ができている。で、そのことは当然現代の作家たち、あるいは将来の美術を支えていくことになるというふうに考えています。それと、大きな催しではないんですが、年に1回、ミュージアムパーティーっていうのをここの美術館の中でやって、そこには20代から70代ぐらいまでの作家たちがたくさん集まって、作家同士の交換、あるいは美術館員と作家たちの交流という場を作ってます。で、これは、人も私どもの美術館少ないですから、なかなか余裕がないんですが、もし余裕があるんであれば、こういう交流の場を恒常的に定期的に作っていくということは、コンテンポラリーアートを扱う美術館にとってはとても大事なことだろうと思うし、研究員、学芸員たちが日常的に作家と様々な付き合いをするということ、あるいは 学院研究員たちが街の画廊に行って展覧会を見るとか、他の美術館で現代美術の展覧会を訪ね歩くとか、そういうこと、あるいは他の美術館の現代美術を扱っている人たちと、様々な情報交換をする。これは当たり前のことですけども、これを絶やさないことが非常に大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。3番目の国立美術館、要するに国が直営でやっていた美術館の時代から独立行政法人に切り替わったときに、どんなふうに変わったかというようなご質問ですけれども。まず、いいことから言うと、いいこと少な、少、非常に少ないんですが、若干予算の使い方に、柔軟性が出たということ。でも、それを何倍も上回るように、悪いことというか、マイナス点がたくさん出ています。まずは、この予算って言いましたけども、この予算が先ほど国からの交付金で運営されてるって言いましたけれども、この交付金が年々減らされている。今ようやく限界に、もう我々悲鳴を上げても、限界だっていうふうなことで、減額は止まったんですが、独立行政法人になった当初に比べると、20から30%ぐらい予算が減ってます。それと同時に人が減らされた。これも20から30%ぐらい、常勤の職員が減ってる。学院も含めて。ですから、そういう、もともと日本の独立行政法人に切り替えた時の一番の発想の根底にあることは、財政削減ですから、自助努力でやれというふうな号令をかけられて、国からの予算が減らされている。でも、ご承知のように美術館っていうのは、
収入を第一目的にして活動する場所ではないですから、そういう意味で、年々人もお金の上でも独立法人に切り替わったことによって、運営が苦しくなっているということがあります。ただ、その若干良くなったというのは、お金の使い方が柔軟性が出たというのは、国立の美術館ですと完全な単年度予算ですけれども、今も基本的には単年度ですが、年度をまたがって使うこと、つまり単年度じゃなくても使えるお金っていうのがいくつか出ているというところが、少し柔軟性が得た、いいところかなと思っています。だから、独立行政法人に変わったからいい悪いというよりも、どうして国がどういう狙いを持って独立行政法人に切り替えたか、そこの狙いの部分がとても大事で、もっと良くしようと思ってやるというのでいいんだと、全く事情は違うでしょうけれども、日本の場合は、先ほど言いましたように財政削減。できるだけ国から余計なもの、国にとっての余計なものを削ぎ落としていく。というような発想で、独立法人化されましたから、悪いところの方が目立って、法人化以降は国立美術館はどこも苦しくなるばかりです。ただ一方で、作品購入については特別の予算がつく。購入に限るということですが、あるいは、民間からの、これは独立行政法人だからというわけじゃないんですけれども、最近の傾向として民間からの寄付があったり、国立国際美術館では大阪に本拠を置く大きな空調会社があります。エアコンディションの会社ですけれども、そこが、大きな資金を提供してくれて、基金、ファンデーションを作っています。で、その、ファンデーションの運用が年に、そんな大きなお金じゃないですけども、運用益として、1000万円以内のお金ですが、それを、私どもの美術館活動のために使ってよろしいというようなことがあります。で、これは、民間の企業が基金を作っているのは、日本では国立国際美術館、私どもの美術館だけですけれども、東京の美術館でも別の形で財団があったり、しますので、今、日本では、ようやく少しずつ民間の企業が、国立美術館組織を支援する体制を整えているというふうなこと。で、小口の小さなお金の寄付は、少しずつ増えつつあります。しかし、まだ十分ではないというようなことですけども、もちろん、美術館活動を応援してくれているという意味では非常にありがたいことで、今後我々としてもそこの部分も充実させていかなければならないだろうというふうに考えています。ただ、体質的には日本の最近、特に戦後の資本主義社会の中では、企業も利益と結びつかないというふうな形の支援をあまりしないという体質が染みついちゃってるんで、なかなかそこを変えていくのは難しいというふうに思います。ですから、古い時代の国直営の美術館から独立行政法人に切り替わったっていうのは、決して美術館にとってはいいことではなかったというふうに言えると思います。以上です。最初の問題なんですけど、コロナの影響で欧米はたくさんの美術館はオンラインの展開を重視し始めました。
国際国立博物館もこのようなプロジェクトとか企画を実施していますか？私どもは、コロナの影響で閉館をしていたときに、オンラインで、作品解説、所蔵品の作品解説をしたり、あるいは今やっているヤン・ボーという、作家の彼自身の動画を流したりしてましたけれども、再開してからは、その部分は使えますけども、積極的にそれを利用するということはしておりませんので、直接美術館に来ていただいて、展覧会を鑑賞していただくということを、通常の形を中心に活動しています。で、コロナの影響ということを考えれば、1日にということと、一時的にその時に何人美術館の中展示室にいるかという人数制限をしています。ただし、ヤンボー、まだ若い、アジア出身で活躍している現存作家の展覧会、日本ではほとんど名前を知られていない作家ですから、普通にの状態でもそんなにたくさんのお客さん来てくださらない展覧会です。ですから、一応一遍に会場に入っている人数を100人というふうに限定しておりますけども、幸いというか残念なことにというか、一日一遍に100人人が入っているという状態がないので、その点では特にコロナの影響で心配することはありません。一方で、お客さん、来館者が美術館に入ってくるときに、手の消毒、あるいはマスクを着する、あるいは体温を測る、そういうことを、そうした対策を施しながら、来館していただくという形をとっています。で、現在のところ特に美術館でのコロナの感染の広がりが見られたということは一切起きていません。そんなコロナとの関係はそんなところだと思います。はい、首先馆长是说，在他们休馆的期间，他们有在网络上，就是他们有一个网络的 channel， 然后他们会有典藏作品的解说的影片，然后他们现在举办的是艺术家负担的个展，那他们在休馆期间也有播放，就是在网络上播放，就是负担他的相关的影片的介绍。那在开馆之后呢，他们目前比较没有太积极的在那个线上去做相关的活动的推广，他们主要还是把重点放在来馆的民众的服务上面。由于现在疫情影响的关系，日本他们是采取必须要先预约才能够入馆的机制，那每个时段他们是有限制，不能够馆内不能够同时必须要在100人以内，他们不能够超过馆内不能够超过100人以上。那由于负担他是一位还蛮年轻的当代艺术家，那在日本的知名度也比较没有那么高，他说不知道这是好还是不好，不过由于当代艺术的观众群没有那么大，所以他们目前在人数的限制上面并没有碰到什么困难，就是没有超过100人这样子的状况，所以他们在营运上目前是还算是顺利的。那他们就因应防疫的对策，他们也是观众入馆之后他们一定要做消毒、量体温、戴口罩，然后目前还好，在日本并没有发生因为
美術館而发生群聚感染的现象。美术馆的建筑还有平面配置，那是否会对展览的策划或者是展示的设计造成影响？第二の質問は、美術館の建築の構造と平面の配置とかは、展覧会の企画や展示設計へどんな影響があると思いますか？ここの美術館ができた時に、僕自身はこの美術館にいませんでしたので、その風に、今おっしゃったような実際の展覧会活動を中心にした学芸員たちの美術館をどう使うかが、どういう風に建物の設計に影響を与えたか、反映されたかという実際は知りませんけれども、基本的に、最近の日本の美術館建築の傾向としては、現場の人たち、学芸員を中心にする現場の人たちが美術館をどう使うかという視点を大事にしながら設計をしていく。そう、それでないと建築家が考える美術館をよく知っているというふうに思われている建築家が設計しても必ず実際に使うといろいろな問題が起きている。だから美術館を使う人間たちが設計にタッチしていく。例えば展示室はこれではこんな形ではとても使えない。あるいはこの構造ではお客さんがこううまく流れていかない。あるいはこれほど小さな部屋に細切れになっていると対応能力が悪い。いろいろな展覧会に向かないというようなさまざまなことが起きます。で、どうしても建築家は美術館の外観もそうだし、内部の空間もどうやったら建物を建築物としてきれいにできるか、美しいものを作るかというふうな思いが先に行きますから、その点でも日常的に建築を使っていく人間たちの視点というのが大事にされなければならない。そういう考え方が日本では新しく美術館を作るときに、大事な要素として取り入れられるようになってきていると思います。一度できてしまうと、一度できてしまうと建築そのものはほとんど動かせませんから、その内部の構造を変えられませんから、初めに大事であるということ、そこに、多くの時間を割いて検討を詳細に加えていくということが大事になってくると思います。以上です。馆长是说，由于国际美术馆在开馆的时候，他并没有在那边，所以他其实没有那么清楚，就是国际美术馆它的建筑设计还有跟展览的空间的关系。不过在日本也经常有人提到这方面的问题。那究竟对美术馆的人来说，要如何来使用美术馆这个建筑，一定是在于建筑设计上面会是一个非常重要的考量。那建筑师他一定没有那么了解美术馆的功能，比方说观众他们进到美术馆的动线，或者是有一些空间会不会太小，会不会影响到展示这部分，其实建筑师不会那么的了解，所以在建筑设计的时候，让美术馆的专业的工作人员能够参与的这件事情是非常重要的。毕竟建筑师他们很多时
后其实是在考量建筑的外观能够怎么样把外观做到最完美这个是他们的一个很重要的考量可是站在使用者的角度这个部分的考量馆长认为是非常重要也必须要纳入检讨的日本は昔新聞社が展覧会新聞社と美術館が手を組んで展覧会をやることは結構盛んになっていましたが今はインターネットのメディアが主流になって新聞社も危機に直面しているではないかと思っていますがその影響で美術館への展覧会への そのサポートは減りましたかでそうやってどうやって日本 の, 美術館の環境を影響を与えましたかはい、日本の事情をよく知ってらっしゃると思います、ただ今昔日本は新聞社との共催をというふうに言ってましたけれどもこの展覧会のやり方は今も続いています。特に、そうですね、この11月3日から大阪の私どもの美術館であるロンドンナショナルギャラリー展、ロンドンのナショナルギャラリーのコレクションを持ってきて日本で公開するという展覧会です。これはルネサンス期から20世紀初めまでのヨーロッパの非常にこう優れた作品、マスターピースをたくさん持ってきます。で、一つはヨーロッパ、欧米の美術館が例えば50年前と違って作品を借りるときに貸し出し料、ローンフィーを取るようになりました。その額が非常に高くなっている。でもう一つは、そういう歴史的なマスターピースのインシュランスバリューがどんどん上がってますので、インシュランスがものすごく高くなっている。ということで、日本円で言うと、5億とか10億かけないと展覧会ができなくなる。なぜ新聞社とやるか。新聞はその前もって払うことができる。公立、国立を含めた公立の美術館っていうのはそういうお金を展覧会がやる前に、展覧会をやる前に払うことができない。そのために新聞社と組んで、でしかも新聞社はそれだけの5億10億のお金を払っても例えば100万人お客さんを呼べば儲かるわけですプロフィットが出るそういうふうな目論みで、今は新聞社も文化事業カルチュラルアフェアというような、意味ではなくてその事業で儲けるという視点を持って展覧会をやるようになったんです。したがってで、ね、どん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 展覧会が大型化していって、公立の美術館をはるかに、超えた金額の費用がかかる展覧会をやるようになった。そのことは今も続いています。で、今度美術館側の視点から見ると、それだけお金がかかる、まあ、マスターピースをたくさん持ってくる展覧会というものはできなくなった。だから新聞社に、と一緒にやって、新聞社に費用負担をしてもらいながらやるという形が定着しています。で、一方で、美術館自身の予算でやるということの外国から作品を持ってくる外国の作家を呼んで展覧会やるという形は、まあ、それほどお金がかからないから、
私どもの美術館は幸いそういう展覧会をやるだけのお金はありますから、そういうことをやる。でも国立はともかく、日本にはたくさんの地方の公立美術館、各自治体が、ローカルガバメントが経営している美術館もありますけれども、そういうところはもっともっと予算が減ってますので、そういう展覧会もできない、外国のこうそんなにお金がかからない展覧会もできないというような状態になっています。だからそのために新聞社がその大きな展覧会じゃなくて、あまりかからない展覧会をやるというふうな機能を持って、日本の美術館の世界では新聞社の役割は、以前と変わらずとても大きなもので、今ご質問にあったインターメディアが盛んになって、新聞社、要するに新聞紙という紙媒体のものが、流通しなくなっていて、新聞社自体の経営が苦しくなっている。で、それはご指摘の通りです。ですから新聞社もこの大型の展覧会をやることによって、ますます自分たちとしても収益が上がることを目指すようになった。それは美術館にとって非常にやりにくいことでもあるし、そのそういう形で新聞社に頼っていると、美術館が何をやりたいかということが、一番先に出ないで、新聞社はこの展覧会は儲かるからやりましょうという形の展覧会も多くなる。で、それは美術館にとってとてもいいことではないので、将来的には新聞社の経営もそうやって苦しくなっているから、国立の美術館としては、美術館も費用を負担する、新聞社も費用をそれなりに負担してください、 お互いにお金を出し合ってやりましょう、その代わり、美術館がやりたい展覧会もやりましょうというふうな持ちかけを今しているところです。で、少しずつそういう展覧会が始まって、今までの新聞社と共催するという形が変わってきつつあります。で、将来的にはもちろんそういう形の展覧会が多くなってくると思いますが、本当に先ほど言いましたように、5億10億のお金がかかる展覧会は、そう簡単にはなくならないし、新聞社も今度のコロナのことで、この先言いましたロンドンナショナルギャラリーのはかなり大きな赤字を出すことになるでしょう。そのことを考えると、新聞社も非常にこれからは慎重になっていくので、そういうことをもろもろ考え合わせると、日本では、美術館の側から言うと、美術館展覧会のあり方が、コロナをきっかけに変わっていくということは十分に考えられると思います。で、その時に私どもは美術館の主体性、美術館がやりたいことをやるという方向をきちんと確立していくということが大事だというふうに思っています。で、まあ、サポートが減ったかとおっしゃられます、ご質問ありましたけども、特に今現状では新聞社のサポートが減っているという感じはありません。新聞社が苦境に立っているという感じはあります。以上です。关于这个问题呢，他说提问的人真的是很了解日本的状况。的确，过去日本，尤其是报纸，这样子的媒体，他常常跟美术馆合作来举办非常多大型的特展，其实现在这个状况也还是继续的，并没有减少。那其实过去会如此的盛行这样子跟媒体合作的展览，是由于过去欧美的美术馆可能在50年前，他们要跟他们借展，日本方面需要提供非常高的借展费。然后另外除了借展费之外，
保险的金额也非常的高，那保险金额可能会到会花到5亿到10亿日币左右，那这些费用都必须是在事前去做支付的，就是在展览还没有开展之前，对方就要收到这些费用。那对于美术馆、博物馆来讲，就是他们没有办法做事前的付，就是事前付款的这样子的动作，所以这些费用在过去完全都是由媒体这边来支付的。那当然这是非常高的金额，不过只要一个展览假设有100万人次的参观人次，那对媒体来讲他们还是可以赚钱的。所以就是过去可以看到非常多这样子的案例。那其实现在也是一样，虽然说的确媒体传统的媒体他们现在面临了非常多的困境，那因为面临很多困境，所以他们透过举办，他们希望透过举办展览然后来赚更多的钱。这一点会造成一个很不好的现象，是就是展览会发生商业化的现象。那由于他们自己本身其他的收入可能减少了，那现在文创文化产业其实是一个还蛮能够吸引观众的一个产业，所以他们其实也相当的投入。那可是馆长有提到说，由于新媒体，日本的媒体，传统媒体，他们可能陷入了经营的困境。那其实现在有很多的展览会是由不像以前那么依靠媒体的他们所有的东西所有的费用都是由媒体来出，应该是美术馆跟媒体共同来出资。那他觉得其实这样子美术馆能够有比较高的主导性，然后能够透过这样子的合作的方式，可是可以办美术馆想要办的展览。他觉得这是一个他觉得是一个发展的方向。